あの休みとかあったら温泉とかは。温泉ね、大好き。好きですか。大好き。ええー、時来たね、豊田さん。夏でも温泉行くんですか。うん、一年中行きますね、うん、好きな人は行くでしょうね。びちゃびちゃになるでしょ。びちゃびちゃになるけど、まあタオルあるし、うん、服から、まあ、服し、うん、びちゃ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 って入るな、じゃあ。今回また行ってきまして、温泉も僕も好きなんですけども、うん、秋の紅葉、うん、で秋の味覚ですわ、うん、で秋の温泉と、うん、最高ですね。カン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 モン。どうも、矢部知です、今日はですね、長野県に来ております。聞いた話なんですけども、この長野県はですね、この紅葉の色の種類が豊富やと、たくさんあると聞いたんで、今日はですから本当にね、満喫したいと思います。さあ、まず訪れたのは秋ならではの温泉を満喫できるという渋温泉ですね。ここは映画「千と千尋の神隠し」のモデルになったと噂の旅館があるそうです。若い方も来てるんですよ。こんにちは。もうちょっと喋ろうよな。どこから来たの？愛知県から。あ、愛知県から、はい、あかんねん、別れたら。なあ、最近の若い子はすぐ別れるからね。お説教だ。結婚すんの？いや、しようよ。わかんないです。別れるな。あ、やっぱりこういうとこ来た温泉まんじゅうやね、これがやっぱり引くよね。まあ、東京ったらやっぱ豚まんにしか見えないですからね。こういうとこならではやからね。白いんだ、ここは。そうなんですよ。何が違うんですか、あの温泉のお湯を汲んできて、はい、そういう下のところで。なるほど。温泉のお湯から、え、お湯の湯気で、湯気でふかしてるから温泉まんじゅう。そうですか。いただきます。うん、これ東京で自分の家で食うのとまた違うからね。美味しかったです。 ありがとうございます、はい、ありがとうございます。お金払ってないね。美味しかったです。ありがとうございます。いけそうやね。じゃあすみません、はい、120円になります。ですよね。味噌まんじゅう、味噌まんじゅう。味噌まんじゅう、食べた。そうだよ。うん、甘い。味噌あんやねん、だからね。はい、あ、まんじゅうばっかり食べるわ。やめた、はい、すみません、はい、お代金をちょうだい。バレました。はい。